ていただきます。お願いします。どうも、相川です。本当になんかもう梅雨終わったじゃないですか。なんか多分このまま夏になってしまうでしょうというような、猛暑ですが、まあ、今回縁ありまして、アジアンクロスカントリーに、出ることになりました。まだの詳しい情報等は、入れておりません。まあ、かなり過酷だというのが聞いてはおりますが、とにかく丸3年ラリーと出会って丸3年になります。まあ、目標は完走、今までそういうふうに走ってきてます。とにかく最後まで走って、タイからカンボジアまで、なんとか車がひっくり返らないように、最後まで走りきりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、ドライビングコーチ兼コドライバーの牟田原選手よりご挨拶させていただきます。お願いします。ラリードライバーの牟田原と言います。皆さん暑い中お世話になっております。今回ですね、アジアンクロスカントリーラリーに、参戦するチャンスをいただきまして、フレックスさんはじめ、多くのスポンサーの方々に、この場を借りて感謝いたします。翔さんですはね、3年前からラリーをやってまして、ドライビングアドバイザー兼今回はコドライバーとして出ますけども、どん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 翔さんが早くなってきてくれるのが嬉しく思っている今日この頃です。ただまあお忙しいのでなかなか練習する時間が取れないので、今回のアジアンラリーも、大変なことがあるのかなと思いながら、でもないようにお願いします。無事にゴール目指して頑張りたいと思っていますので、ぜひ、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして2号車のドライバー山本選手です。お願いします。はい、皆さんこんにちは。私アジアクロスカントリーラリーに、過去12回、参戦しております。久しぶりに、緊張を持ったこんな場、に出させて、いただいていること皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。とりあえず、今まで12回、行ってるのは13回なんですけども、の中の経験で、いろいろ持っているものがありますので、1号車2号車ともに、なんとか完走をさせたいと、いうふうに考えております。多分、オフィシャルホームページの方から、これはアジアンラリー、アジアクロスカントリーラリーの方のオフィシャルページの方からも応援メッセージなんかが送れるようになってると思います。これ毎年のことなんですけども、またいろいろ応援のメッセージもいただけたらと思います。よろしくお願いします。それではですね、続きまして相川選手、はいはい、今年で、ライ活動足掛け4年目を迎えます。2008年の WRC ラリージャパン、そして2009年はアメリカコロラド州で開催されたバイクスピークインターナショナルヒルクライム、そして昨年は2年ぶりの開催となったラリージャパンへと、挑戦をし続けております。そして今年は未知のカテゴリーアジアクロスカントリーラリーへの挑戦となるわけなんですけども、はい、このクロスカントリーラリーへの出場するにあたってのこの目標、意気込み教えていただけますでしょうか。ラリーという、モータースポーツに出会って、まあ、本当に素人から始まりました。とにかく毎回毎回初挑戦という、最初走った時はこれ大丈夫かな、走り切るのかなというような、感じが最初のスタートでした。それで野田原さんと出会いまして、たまたま宿舎が一緒になりましたね。そこで素人の自分を相手に朝までラリーの、魅力というか、
ラリーに対する思いを、存分とぶつけていただきましたね。そこでなんかこう一歩なんかこう踏み出せたなっていう、感じがありました、それがいいんで、また今回も田原さんと共に走るわけですが、まあ、とにかくこれまでの多分ラリーと全く違う、要するにこう、レースになるんで、まあ、自分としては、まあ、とにかく力いっぱい踏んで、で最後まで、走り切る、それを目標にしています。まあ、山本さんがもう12回走ってるんで、まあ、山本さんの後ついていこうかなところもありますし、多分こう道がないんじゃないですか。いや、みんな何も教えてくれないんでね。でナビがあるのって言ったら、いや、ナビありますけど、いや、道なことナビ出ないよね。どうすればいいかな。ということは何、北に行けとか、そういうこと、まあ、それぐらいのこう情報しかないんで、まあ、多分明日なんか資料を全部渡すと、よくわかんないですね、明日渡すっていう。どういうことなのかわかんないですけど、まあ、とにかく自分としても、まあ、60で、今、まあ、今年50年でして、丸3年経ちました。60でなんとか国内の表彰台に立ちたいと思っております。そこまで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて牟田原選手ですが、2009年のパイクスピークに続いてドライビングコーチとしてだけではなく、パートナーとしてラリー界に乗り込むのは、この牟田原選手にとってもこのラリーは初挑戦ということになるんですけども、その心境お聞かせ願いますか。はい、私は普段は WRC に招状されるような、ラリーをずっと長年やってまして、実はこのクロスカントリーラリーっていうのは初体験なんですね。でもちろん翔さんをドライビングアドバイザーとしてゴールまで導かなきゃならないんですけども、そういう意味ではいつもチーム翔は新しいチャレンジをくれるんですね。パイクスピーク行った時もですね、コドライバーだったのは初めてだったんです私は。でその時ペースノート作って頂上まで横で読んだりしまして、これまた新しいチャレンジでした。で去年はラリージャパンで、まあ、特貫工事で作った、フィエスタという車で、ラリーに参戦するチャンスをいただきまして、でこれも、まあ、新しいチャレンジでして、もうすごく面白かったです。であと今年はまた新たに今度クロスカントリーということで、いつもいつも翔さんがこう新しいなんかチャレンジをくれるんで、チーム翔の活動はすごく面白いなと思っております。なるほど、新たなチャレンジということですね。はい、そしてこのクロスカントリーラリーのスペシャリストとして過去14回参戦されている山本選手、今回は相川選手と牟田原選手のカル1号車、このアシストクルーとして2号車に乗り組むことになりました。今回の参戦、この過去の参戦とはこう意味合いも大きく異なってくると思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ですね、過去12回、走ってるのはランドクルーザ です。 HZJ73 という板バネのランクルで走ってきてます。それから言いますと、この車は完全に今の世代の車、我々は、旧世代の車で走ってきてますんで、基本的には全然違う部分があります。ただし、今回のラリー車に関しましては、今あちこちで注目されています FJ クルーザー、この辺非常に、面白いところだなと思っております。で、1号車2号車ともに、完走し、できるだけ、上位で、成績を残したいと、その辺非常に皆さん注目してください。絶対面白いレースになると思います。とりあえず、完走すること頑張ります。よろしくお願いします。そう思わないありがとうございます。それではですね、
この後、質疑応答の方に移らせていただきます。チームはですね、明日のテスト走行を終えて8月4日にタイへ向けて日本を出発します。これから準備大変だと思いますけども、素晴らしい走りを見せていただきたいと思います。ここから皆様から質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思います。皆様挙手にてお願いしたいと思います。社名とお名前をいただいてからご質問願いたいと思います。それではまず初めのどなたかいらっしゃいましたら。お願いします。はい、どうも、ニコニコ動画の相川翔です。翔さんに質問なんですけど、レースの前の日はよく眠れますか？レースとかどう、そういうこと関係なく毎日よく寝れます。ありがとうございます。はい、そんだけ。はい、そんだけ。いや、やっぱ緊張するのかなとか、そういう気持ちの、いや、長いレースに多分緊張はしてると思うんですけど、よく寝ますね。だいたい羊が2匹ぐらい寝てます。羊が2匹で寝てます。ありがとうございました。はい、他にいらっしゃいますでしょうか。そちら女性の方。株式会社エリア WRC プラスの河野と申します。相川さんと田原さんにお伺いしたいんですけれども、はい、クロスカントリーラリーというのは初めてだと思うんですが、今までやられてたスプリントラリーとどのようなところが違うと、どのようなところに気をつけなければいけないというふうに思っていらっしゃいます。またその、クロスカントリー用のトレーニングなどもしやっていることがあれば教えてください。多分全く違うと思うんですけど、とにかくこうひっくり返らないように走ろうと思ってですね、やっぱり一番怖いのはやっぱりこう多分おでんだと思うんですよ。ですからもうそれにならないようにちょっとね、気をつけろって言ってもね、まあしょうがないんですけど、そういう部分を考えつつ、ない道走っていこうかなと、そう思います。はい、そうですね、クロスカントリー初めてで、今いろんな資料を集めてるところなんですね、正直。でまだ翔さんにも何もチームから渡してなくて、明日トレーニングするんで、その中でいろいろやっていこうと思うんですけど、簡単に言うとスプリントラリーは短距離走で、クロスカントリーラリーは長距離走なんで、マラソンのような形で、ゆっくりと車を壊さずに。ジャングルだったりとか、泥沼だったりとか、そういう場所があるらしいんでしょうね。で、なんか川あたりがあってですね、泥沼とかはまったらどうなんですか。泥沼はまったら、翔さんに後ろから押してもらわなきゃなんですけど。そういうことなんですね。そうです。そうなるんですね。じゃあ泥沼避けましょうね。とか川渡りとかで、胸まで来るような増水してるところを、今ちょうどタイが8月の雨季らしくて、ちょっと待ってください、はい、胸までのところは行けるんですか。行けるらしいです。ここまでなら OK で、これより深いとダメだって言われたんですけども、それは分かんないですよね、はい、その辺を今調査中です。はい、それをね、という状況なんで、出発までに完璧な体制に整えていきたいと思っております。続いて、お願いします。川口の谷川と申します。田原選手と、相川選手にちょっと聞きたいんですけど、今回 FJ クルーザーってちょっと大きめの車になるんですけど、この車に乗る練習ってのもされてるんですかっていうのと、もう一つあちらにも乗る車が飾ってあるんですけど、その車を見ての感想みたいなところをちょっとお聞かせいただければと思います。今まで乗ってきたタイプとは全く違う車種になりますんで、ただ車的にかなりこう自分も興味ありまして、ね、乗るのは楽しみですね。この間ちょっとこう拝見させてもらって、かなり力もありそうで、よく走りそうなんで、無理しないように走った方がいいかなとは思いますけど。そうですね、
シェイクダウン、車を作り上げてすぐに、走れる状態にして一度僕は乗ったんですけども、すごくあのトルクがあって、乗りやすい車ですね。で、まあ、普段乗ってるカテゴリーの車とは違うので、まあ、限界がどの辺にあるのかとか、まあ、どういうふうに走らせたらいいのかとかっていうのは、まあ、探りながらの状況なんですけども、ラリーレードで使うこのクロカーの4っていうのはまた違った面白さがあるなっていうのを今感じてます。